今日は美味しいものを食べに行ってきます。おしゃれなお店でランチを食べます。行ってきます。毎年恒例のメンバーでクリスマスのランチ会をしました。普段行かないようなちょっと高級な感じのお店で、お料理も全部美味しかったです。盛り付けもさすが、一つ一つおしゃれですね。こちらのお肉、柔らかくてとっても美味しかったです。とにかく全部美味しかったですし、ゆったりおしゃべりをしながらの時間は楽しかったです。こちら、あみだくじを作ってくれています。毎年一人一個クリスマスプレゼントを用意して、このあみだくじで誰が誰のプレゼントを受け取るか決めています。多分1年の中であみだくじをやるのはこのメンバーでクリスマス会をやるときだけなんじゃないかなと思います。そして私がいただいたのはこちら、ハーブティーのセットです。ハーブティーのお茶っ葉とスプーンと紙のパックまでついていて、この紙のパックにスプーンを使ってお茶っ葉を入れてお湯に浸して飲みます。偶然なんですけれども、最近夜ハーブティーを飲むことを日課にしていて、カフェインがないので寝る前に飲みやすいんですよね。なのでとっても嬉しかったですし、こんな高級そうなハーブティーは自分で買う勇気はないので、いただくことができて本当に嬉しいです。ちなみに私からのプレゼントはヘアオイルでした。私はプレゼントを買うときに割とお化粧品とかご飯のお供とか使うとなくなるものをプレゼントしがちです。プレゼントを選んでいる時間も楽しいんですよね。また来年もこのメンバーでクリスマス会をやるときに何をプレゼントに選ぶか1年考えたいと思います。じゃん、皆さんにこんなにお土産をもらいました。こちらは北海道サーモンクリームスープ、スープですね。でこちらがカレールーです。これでカレーを作ります。そしてこちらが明太せんべい、福屋の明太せんべいですね。美味しそう、うん。そしてこちら何が入ってるかというと、じゃん、甘いケーキがたくさん入っています。もうこれは部屋に飾っておきます。可愛いですね。スープ、おかず、しょっぱいお菓子、甘いお菓子、そしてクリスマスプレゼントでいただいたこちらのハーブティー、盛りだくさんです。このハーブティーを飲みながらこちらの明太せんべいと甘いお菓子をいただこうと思います。じゃあ今日はこの辺で、バイバイ。